本日久しぶりに登校する子どもたちの姿を目にしました。やはり朝の街には子どもたちの姿がよく似合います。毎朝子どもたちが学校に通う。つい先日まではごく当たり前だった多くのことが平穏な日々であったからこそ享受できることだったと気づかされるこの数ヶ月でした。再び緊急事態宣言の時のような状況に戻らないようにと気持ちを新たにしたところです。これまで私が新型コロナウイルス感染症に関し最も心を痛めたことの一つが、感染症の拡大に端を発した差別や偏見、誹謗中傷です。感染した方やご家族、濃厚接触者、治療にあたっている医療スタッフとそのご家族、エッセンシャルワーカーと呼ばれる私たちの日常生活を維持するために日夜働き続けていただいている方々への不当な差別、偏見、いじめ、SNS での誹謗中傷は決してあってはなりません。緊急事態宣言が終了した今でも私たちには新しい生活様式での生活が求められています。その内容は、人と人との距離を保ちましょう。食事は対面ではなく同じ方向を向いて座りましょう、などといったことが多くなっています。この人と人との距離というのは感染症予防の観点からの物理的なものでありまして、心の距離まで離す必要はないのです。私はこれまでのメッセージの中で、心を合わせて難局を乗り越えましょうと繰り返しお伝えしてまいりました。物理的な距離はどうであろうと、心の距離を近づけることが何よりも重要との思いからです。当たり前のことでありますが、誰にも日々の暮らしがあります。患者さんにも、患者さんのご家族にも、そして医療従事者をはじめとするエッセンシャルワーカー、お一人お一人にもそれぞれの暮らしがあるのです。そこで皆さんにお願いがあります。ぜひそれぞれの方々の暮らしに思いを馳せていただきたいのです。私はこうすることが心を合わせることになり、それによって心の距離が近づき、おのずと差別や偏見はなくなっていくのではないかと思っています。横須賀を新型コロナウイルス感染症も差別も偏見も誹謗中傷もない、心と心の距離が近くぬくもりが感じられる街にしてまいりましょう。ぜひよろしくお願いいたします。